はい、皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。今日はね、9月の19日水曜日でございます。まだまだね、残暑が続く今日この頃でありますが、皆さんね、いかがお過ごしでしょうか。はい、世間ではね、熱中症でね、運ばれる方がね、たくさんね、いるとも聞いておりますのでね、暑い日々を皆さんね、送っているものと思われます。はい、改めましてね、皆さんありがとうございます。はい、ね、行くよ。はい、水くんとかね、こう暑いとね、こんなに暑いのが分かるんでしょうね。水くんたちのね、引きも、人間と一緒でね、やっぱり連れてきているんでしょうかね。水くんはね、またね、夏毛が抜けているのかね、寒巻きがね、来て、いっぱいお聞きが出ております。はい、でもね、自分たちはね、仲良くこうやってね、いつも寄り添ってね、歩いておりますよ。はい、ちなみにね、最近ではね、日がね、沈むのもね、早くなってきたのでね、新しいね、はい、充電式のね、ライトがね、ニューアイテムがね、回りました。意外とね、ちっちゃくて軽くてね、使いやすくてね、とても明るいんでね、本当にね、ありがたいです。まだまだね、本当これからね、すごくね、早く暗くなるんでね、これからもね、役立つんじゃないかなと思っております。はい、またね、ほんと。昨日はね、ちなみにね、中秋のね、名月でした。綺麗なね、お月さん出ておりましたが、皆様ね、見えたでしょうか。ちょうどね、お月さんがね、出ている時にね、お散歩に行きましたが、はい、お団子をね、買っていましたが、そのままね、昨日はね、寝てしまいまして、食べずに寝てしまいましたので、ね、今日はね、改めて夜中へね、食べました。とてもね、美味しかったです。やっぱりね、体が疲れてるときはね、やっぱりそういう甘いものを食べたりとかしてね、体をね、癒すことがね、本当に大事だなと思いました。ただね、皆さんもね、中秋のね、名月でのね、なんか、感想などね、ありましたらね、コメントなどいただければと思います。はい、ちなみにね、水の狩りのね、地方のね、お天気はね、空はね、こんな感じでございます。もうね、だいぶ日が沈みましたが、まだね、ちょっと蒸し暑い感じでございます。ということでね、今日もね、お散歩お送りしてまいりました。またこの後のお時間もね、まだまだね、蒸し暑くてね、だらだら汗とかがね、流れるようなね、感じではあると思いますが、皆さんもね、熱中症にはね、気をつけていただいてね、この夜もね、またお過ごしください。またね、チャンネル登録、いいね、コメント欄もね、お待ちしておりますので、どうかよろしくお願いいたします。ではね、また明日お会いできればと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。はい、では、今日もね、皆さんの会が、お散歩途中でね、お送りさせていただきました。ではまた明日お会いしましょう。バイバイ。